今村市議は大阪府市場縄手市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。読売ジャイアンツ所属。小学1年から投手として野球を始める。市場縄手南中時代は生駒マシニアに所属。大野生学院大高等学校では1年時の秋からエースとなる。2年時の秋に大阪大会ベスト8に進出し注目され。 近畿ナンバーワン左腕の異名を取るようになる。3年時の夏は、初戦の森口東高戦で5回参考ながら、ノーヒットのオーランを達成。しかし、4回戦の根高大阪高戦で8回14、安打7失点と打ち込まれ敗退。夏の大会後も練習を続け、入学時に時速1 2 0トル台だったストレートが時速1 4 9トルまで伸びた。 2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で将来性を見込まれ、読売ジャイアンツから2意指名を受けた。契約金6000万円、年俸600万円で入団に合意した。背番号は65。2013年2012年は、イースタンリーグで14試合に登板し、3勝1敗、防御率2.63。8月30日のイースタンリーグ。 対北海道日本ハムファイターズ戦では24試級、一奪三振の内容で、リーグ史上21人目のノーヒットノーランを達成。2013年もファームで経験を積み、21試合登板で10勝3敗、防御率3.45、最優秀投手を獲得した。9月16日に一軍発昇格すると、同日の対広島東洋カープ戦で1、軍発登板で初先発。 5回6安打1失点で勝敗はつかなかった。優勝決定の翌日、9月23日の対、広島戦に先発し、6回7安打2失点の内容でプロ入り初勝利を挙げた。なお、巨人で重大左腕投手の勝利は1938年の川上哲二、1939年の中尾照像に、ついで3人目。オフには、背番号を45に変更した。 2014年は主にシーズン前半に先発で2勝を挙げた。2015年は2年目以来2年ぶりに1軍登板がなかった。2016年開幕1軍登録された。開幕9戦目となる4月3日の広島戦でシーズン初先発するも4回に3で降板し勝敗つかず。その後もローテーションを守り、 5月までに2勝を挙げた、ものの5月7日の中日ドラゴンズ戦では2回に、ダイアン・ビシエドに1イニング2本の本塁打を打たれるなどして、一挙8失点するなど、甲府調の波が激しく、6月11日の福岡ソフトバンクホークス戦で4回途中7失点と、打ち込まれると、翌12日に2軍落ちした。8月に1軍復帰し、8月18日の、 中日戦でプロ初の二桁脱三振を奪うなどしたものの最終的に3勝4敗防御率も5.59だったオフに推定年俸1600万円で契約を公開した2017年はシーズンのほとんど鬼軍で過ごしイースタンリーグでは最多勝ち最多脱三振最高勝率の3冠に輝き力は見せたものの1軍では3試合で0勝2敗 防御率5.68に終わった。11月25日から台湾で開催されたアジアウィンターベースボールリーグにおいて n p b スタン選抜に選出された。オフに300万円減の推定年俸1300万円で契約を公開した。2018年開幕一軍は逃したものの6月6日の楽天戦でシーズン初登板、初選抜し、 6回を4アンダム失点に抑え2年ぶりの勝利を挙げた。8月5日の中日戦では自身初の完封勝利を挙げた。シーズンでは自己最多の6勝を記録し、ヤクルトとのクライマックスシリーズでは初戦の先発に抜擢された。オフに1300万円増の推定年俸を2600万円で契約を公開した。2019年は17登板中15試合に、 先発するも安定感を欠く投球が続き3勝2敗、防御率4.08を記録。オフに200万円増の推定年俸2800万円で契約を公開した。2020年は12登板中11試合に先発し5勝2敗、防御率3.16を記録。オフに200万円増の推定年俸3000万円で契約を公開。 背番号を26に変更した。2021年はプロ10年目で初めて開幕ローテーションに入り、開幕3戦目となる3月28日の DNA で先発し、7回6安打1失点と高等したが勝敗つかず、4月11日の広島戦では2018年8月5日の中日戦以来の完封勝利を挙げた。 球持ちがよくキレのある最速 149km のストレートに時速 80km 台の超スローカーブで緩急をつけ進化カ気味に落ちるフォークを決め玉とする。本人は僕はコントロールで生きていく投手だとし、スライダーやチェンジアップでもう少し簡単にストライクを取れるようにしたいと述べている。入団時の山下哲司スカウト部長は 星野信幸のようなタイプと評した、牽制球とクイックモーションも評価が高い。ありがとうございます。